はい、皆さんこんばんは。3枠目、8時間放送やって3枠目です。2018年の2月18日日曜日、お昼の12時45分です。はい、ただいま。先ほどは花火10発ありがとうございました。よろしくお願いします。この枠のタイトルは「狂ったように花火が飛び交う枠」です。何話そうかね。まあ、まったりやりましょう。8時間放送やってっかんね。まあまあ、まったりね。まったりやってこう。はい、ワードツー。おはよう。はい、3番目いらっしゃい。3ゲットおめでとう。ありがとうございます。パチパチありがとう。頑張ってるっつうか、まあ楽しいね、放送はね。放送好きだからね。もともと好きでずっとやってるもんだから。頑張るとかじゃないんだよね。好きこそものの上手なれっつってさ。好きだから続けられるんだよ。リスワン12位なの、今。まあ今、リスワン厳しいだろうな、俺は。リスワン厳しいと思うよ。みーちゃんは殴られる。この子最近人気だよね。ああ、4時間やって2536。まあ、厳しいな。まあ、落ちたもんだよ。目なんとか花火。目論み？なんて読むんだろう。漢字が読めないな。目論みなんとか花火10発おめでとう。ああ、ありがとう。頑張るとかないと思うけどね、配信に。はい、ワード2。おはよう。面目躍如？面目躍如ってどういう意味だ？初めて聞くな。面目躍如。幽遊白書になんか出たかな？ユースケのセリフに出てきたかな？面目躍如。世間の評価に値する活躍をしていて、生き生きとしている様。ほう。また、名声、世間体などがより良くなる様。なるほど。世間の評価に値する活躍をしていると。ありがとうございます。いい意味で言ってくれたんだね。面目躍如ね。ありがとう。勉強になった。はい、ワード2。名誉回復みたいな意味。いや、だからもう実力に値するぐらい結果を出してるっていう意味でしょ、多分ね。ひげは、それそれって言われるんだけど、ない方がいいって言われるんだけど、そう言ってる人が剃ったら、あ、やっぱあった方がいいわっていう、もう何回もやってんのよ、これ。ひげない方がいいよ、ない方がいいよってみんな言って、ひげ剃ったら、あ、やっぱりあった方がいいわっていうのがもう、お決まりだから、笑いも取れないのよ。あ、ワドはひげあった方がいいわって。ひげは剃らないね、基本的には。一応整えてはいるんだけど、長さとかバリカンで。ヒゲ用のバリカン持ってて。顎がね、あんまりないのよ。だから、その長さ整えると、この、顎が長く見えるの。顎がないからさ。はい、ワード2。まあ、ドラムでも叩きに行きたいな。今日日曜日だから、まあ、スタジオ埋まっちゃってるだろうな、今日は。ああ、作業しながらありがとう。風船10個ありがとう。ありがとうございます。台本配信頑張り始めた、金バイと朝比奈。いや、台本やらないよ。台本やらないでしょ。ありがとうね、15号さん。ヒゲ？いや、いいのよ、いいのよ。俺が好きな格好させてよ。女の人でヒゲ嫌いな人もいるの分かるんだけど、自由にやりてえからさ。髪の毛はちょっと切ろうかなと思って、もう前髪が長いから。これくらいかな。金前さん台本大嫌いだよ。2時から安城さんのところも、あ、ありがとう、15号さん。花火ありがとう。
あんま無理しないで。あのネタだからね。あんま無理しないで。飛んでも飛ばなくてもいいのよ。ありがとう、15号さん。ありがとうね。ストーカーで訴えるの？リアルに捕まりそうだな、金梅さん。多分被害届出したら出るだろうね。まあ、だって石鹸禁止がついてるわけでしょ。石鹸禁止がついてるのに家のピンポン鳴らしたら女性からしたら怖いでしょ。絶対ダメでしょ。アウトだよな。最近あなた終わってますね。え、何が何が？17号さん何が終わってんの？どうぞ、始まってる人生の方教えてください。僕の人生がどう終わってるのか。つまらないってこと？配信が。アドーさんのこのスタイルいいですね。リアルで人と話してるみたい。いや、気にしてやってないよ。自然とこういう風な感じになったって感じかな。スタイルとかあんまり最近気にしなくなって自然体でやるようになったかな。もう人と話すことなんかほとんどないんだよ、のんちゃん以外と。本当に配信者って孤独なのね、みんなが思ってるより。なんかね、コラボ配信とかわちゃわちゃやってるから友達多そうみたいなイメージあるかもしれないけど、俺はもうリスナーさんととことん向き合ってるから、だからあんま意識してねえな。喋るの好きなんだよ。子供の頃から。あのね、一回ね、失語症になっちゃったことあるんだよ、ドルさんと一緒で。だからドルさんが統合失調症で苦しいっていうのもリアルにわかるし、あそこまでひどくなったことはないけど、卒入院とかないけど、友達じゃねえよ、6号。友達じゃねえよ。俺らは友達になったらダメなんだよ。家雑、俺も好き。まあ雑談ってね、結構難しいからね。要は、本来だったらさ、8時間もネタが切れねえでずっと喋れるっていうのは病気なんだよ、本来。家でいてごらん、部屋の中に。いかにこんな喋りが続けられるっていうのがいかに病気かってわかるよ。で、ドルさんはプライベートでもそうなのね。俺はプライベートだと全く喋らないの。のんちゃんは知ってるけど。でも職業的にやってるのよ、喋るっていうこと。病気だよ、これ。居酒屋とかにいてごらん。なんであいつ一人で喋ってんのってなるよ。あー、アンバサ懐かしい。アンバサ美味しいよね。アンバサ懐かしいな。アンバサうまいよな。要はカルピスソーダとはちょっと違うんだけどね。アンバサのあの味は好きだな、俺も。最近ないよね、アンバサね。ドリンクバーとかでたまにあったんだけどな。なあ、アンバサ懐かしいね。スコールとかが近いのかな、スコールが。はい、こんにちは。楽しんでて、こんにちは。笑えないんですけど、どうしたら笑うんですか？無理すんなよ。うん。いつか、あれだよ。笑顔にしてくれる人が現れるよ。うん。無理して笑う必要なんだよね。笑顔なんて自然と出てくるもんだから。自然と30分喋り続けるのも難しいでしょう。そう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 、配信者がね、普段やってることがいかに異常かってわかるよ。だからね、素人配信者ってコメント読み上げちゃうんだよ。喋りのネタを作れないから。あのね、何にも誰も喋ってない状況で自分から喋るって難しいんだよ。芸人さんとかもすごいよ、あれは。
フリートークに見せて実は頭ですごい計算しながらトークを組み立ててるの。こんな話したらどうかな、こんな話したらどうかなって。だからもてなす心がないとあれよ。私みたいに引きこもってたら話すネタがないですね。俺も引きこもりだよ。だからなんだろう、過去の体験とかも話すし、いろいろ話すよ。連投やめて。知識なんてないよ俺は。普通に生きてるだけだよ。だって人間って限られた24時間っていうのは平等に生きてるわけですよ。で同じ経験をしてるわけだから、24時間、まあ普通に人並みに生きてたらエピソードなんかいっぱいあるよ。要はね、配信者が普通の人と違うのは、普通の人が話さないようなことをね、惜しげもなく話しちゃうの。だから勇気があるんじゃないの。病気で人生に絶望してる。あ、はい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 。どうしたらいいかわからないし、やりたいことがあるのにできない。できることをやるしかないよな。できることをやるしかない。連投やめて。あ、ごめん。俺はね、ブロック入れてないから、リスナーさんにブロック入れてもらってる。俺、読書家ではないよ、全然。本なんか全然読んでないよ。まあ気にせずリスナーさん普通に会話しよう。見づらかったらリスナーさんの方でブロック入れて。昔本だな、紹介してもらった時かなり本を読んでるように、漫画ばっかり、漫画ばっかりですよ。読みたい本はいくつかあるけどね。
今日の午後なんだ、テルのフットサル配信。じゃあまあそこに集合するんだろうね。宗教の勉強するのにおすすめの本ありますか。宗教の勉強、何教を勉強したいの、何教を勉強したいの。はい、こんにちは。宗教学全般みたいな話。フットサル今回誰が出るのか全然わかんないな。あ、仏教の話か。仏教、ダンマパダとかいいんじゃないの。ダンマパダ、スタニパータとかその辺がいいんじゃん。ダンマパダかスッタニパータがいいと思うよ。おそらくなんだけど、あのブッダ本人が言ったであろうって言われてる古い文献、お経っていうか歌なんだよね、スッタニパータダンマパダとかは。なんかね、あの歌ですよ、歌、詩人なんだよね。輪廻転生を説明して。俺は輪廻転生ないっていう派だから、輪廻転生ない派だよ。それでいいの。いや、話聞いてる26号さん。輪廻転生ない派だけど説明できるよ。うん、宗教の全般解図。全般解図？何全般解図、どういうこと。全般解図、何全般解図。宗教全体を包括してお話をしてほしいってこと。構図？全般構図って何？全般構図っていう言葉がよくわかんないけど。ああ、まあまあ、宗教っていうのは、まず何なのかっていう定義化をしたときに、社会学者で、マックス・ベーバーっていう人がいるんだけど、マックス・ベーバーが定義化したの。それは、無意識下における行動領域っていう定義化をしたのね。で、簡単に言うと、そのグループがあると。国家なのか団体なのか分かんないんだけど、グループがあって、ある特定の無意識下における行動領域を持ってるものは宗教だっていうのがマックス・ベーバーが定義化したの。で、まあ宗教学それぞれいろいろなところによって何が宗教であるっていう定義があるんだけど、俺は一応このマックス・ベーバーが提案した無意識下における行動領域っていうのまで支配されてる行動っていうのが俺は宗教っていう定義化をしてるの。これはだからマックス・ベーバー採用。で、今度マックス・ベーバーが言ってることは何なのかっていうと、例えば AKB48 じゃない人から見ると、女の子数十人集めて、なんかこうペンとか、光るペンとか持って、なんとかちゃん、タイガーとかやるじゃん。あれ意味わかんないわけよ。だから、あれも宗教なの。マックス・ベーバーの定義化すると。あと、世界で見ると、よくアメリカとかに行くと、いただきますって日本人が言うと、なんで日本人って食べるときに呪文唱えるのって言われるの。こういうのが無意識下における行動領域ってやつ。OK？ うん。だから、その、宗教っていうと、この定義だとすごく広い定義になるのね。だけど、これは俺は一番しっくりと来ると思ってる。うん、で、あとは、各々の、宗教っていうものがあって教義がある、まあ踊りだったりとか特定の行動領域だから、これの定義によると武士道とか、マルクス主義とかも宗教に入るの。マルキシズムっていうでしょ。だから共産主義のことを宗教だって考える人もいるんだよ。なんでそんなに詳しいの。宗教が嫌いだから。宗教イコール勘違いではダメかな。全然話聞いてないね全然俺の話聞いてないねもう解釈がもうひどい
人の話聞いて。マックス・ウェーバーにおける無意識下の行動領域っていう。なんでわかんないの？宗教イコール勘違いってあなたの考えでしょ？もうめちゃくちゃだな、本当に。人の話全然聞いてね。あとは各々の宗教の考え方だから、個々に質問してもらいたいね。アーチャリーノンのんちゃんも何神格化すんの、アーチャリーノンって。怒られるわ。あ、サイリウムって言うんだ。続いて大きい団体、まあ世界三大宗教って言ったら、まあキリスト教、イスラム教、仏教って言われてんだけど、その中で実は仏教って実はすごい少ないんだよね。人口が3万人とかでしょ。で、キリスト教が20億人。あ、3億人か、ごめん。3億人、20億人。あれで、どうだったっけ？イスラム教が一番でかいんだったっけ？うん、で、大きい宗教っていうのは、まあ、他にもユダヤ教とかいろいろあるけど、まあ、ユダヤ教、まあ、キリスト教、イスラム教。まあまあ、厳密に言うとこれあんまり変わんないんだけど、キリスト教もイスラム教も。まあ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、あとは儒教とか押さえておけばいいんじゃないの。まあ日本で言ったら一番でかいのは創価学会だろうね。だからワドツっていうのはだから宗教なんだよ。マックス・ベーバーの定義で言うと、無意識下における行動領域だから、和凸って言って、他人から見たら意味わかんないでしょ。これも宗教だよ。和道教だよ。創価学会何人なんだろう、わかんないけど、結構多いと思うよ。あ、日本2位だったっけな、創価学会って。固有の団体の人数としては。おのおのの思想？まあまあ、まず宗教を分類するのはどういうふうにやるかっていうと、大きな枠組みで言ったら、経典宗教かどうかっていう考え方がある。経典宗教っていうのは、経典を持っているかどうか。で、厳密に言うと仏教は経典宗教ではないはずなんだけど、今、経典っていうのは聖書とか、要は本とかがある。クルアーンとかあるでしょ。イスラム教。で、キリスト教はコーランじゃない、聖書があるでしょ。ユダヤ教にも、旧約聖書がある。こういうのを経典宗教という。で、経典宗教と無経典宗教っていうふうに考えるか、一神教と多神教っていうふうに分類するか、まあいろんな分類がある。うん。マックス・ベーバー。ブだね。ベ、ウに点々。ベーバー。マックス・ベーバー。いや、宗教の話聞きたいって言われたから。マックス・ベーバーの定義によると、マルキシズムっていうのは宗教学の一つではないのかっていう見解があるって答えたんだよ。
日本はなんで創価学会の人が多いか。まあいろんな考え方があるけど、一説によると、その在日韓国人の人を取り込んだ池田大作の戦略が当たったからって言われてるね。戦後。それで急激に伸びる。米粉のマカロニーラ、いらっしゃい。お疲れ様です。42号さん。もう一回言うね。俺がマルクス主義っていうのは宗教ですっていう主張があるわけじゃなくて、マルキシズムっていうのは宗教だっていうふうに考えてる学者もあるし、学派もあるよっていうことを俺は答えたんです。俺の思想でマルクス主義はっていうふうに答えてないです。正確な答えなどないです、世の中に。何を信じるかです。けど、どこの宗教も嫌いなんだ。宗教では人は救われないっていうのが俺の考え方。それは何でかっていうと、勧誘しなきゃいけないっていうことは未完成だから、いいものだったら勝手に広まるっていうのが俺の考え方なのね。だから宗教の嫌いって勧誘で、例えば仏教で言うとお葬式で香典代取るでしょ、で坊さんはベンツ乗ってるでしょ、肉は食ってるでしょ、女はべらかしてるでしょ、で、なんか仏像を崇めたら幸せになるとか言ってたり。で、キリスト教はキリスト教で隣人を愛すとか言ってて、世界で一番人を殺してる宗教でしょ。もうめちゃくちゃじゃんと思って、こいつらを論破するためには勉強しないとっていう。そういうオタクってそうなの。オタクって相手のフィールドで相手を論破したいって思うから。だから宗教が嫌いだからこそ宗教を勉強したって感じ。俺はただ唯一、その宗教を勉強していく中で、イエス・キリストとブッダの思想っていうのは俺は納得できたの。彼ら本人がやってる行動であったりとか、その本当に言ってたことっていうのは説得力があると思ってた。イスラム教コーランについてはね、俺はね、今一番厳格で完璧な宗教を作ってるのは俺はイスラム教だと思ってるの。これは俺の個人の考え。で、なんでかっていうと、イスラム教って国教ってわかる？国が定めてる宗教って国教って言うんだけど、仏教からイスラム教になった国とかいっぱいあるんだけど、イスラム教から改変した国っていうのがまずないっていう点が1点目。一回、イスラム教に国教を変えて、他に変わった試しがないっていう。で、もう一つは、人間の倫理観、個人の倫理観と、これ宗教が作るから。倫理観、それから法律、で、宗教の教義、これ三つバラバラになることが普通なの。だけど、イスラム教のすごいところって、普段教えてる道徳とかの倫理観と、宗教と、政治システムが矛盾しないの、法律が。っていうことを考えると、イスラム教っていうのはすごいなっていうふうに俺は考えます。それが俺の感想ね、意見ね。で、日本人っていうのはイスラム教って聞いた時、 ISIS っていう、そのアメリカのキリスト教側の思想っていう西洋の思想が入ってるから、あれは偏見報道だと思うよ。オウム真理教は宗教ですらないね。あれはカルト。あれはカルト、ただの。
イスラム教はどんな宗教？ OK、OK。もともとはユダヤ教とかキリスト教にすごく根が深いんだけど、どうしようかな。ユダヤ教ってわかります？ユダヤ教の説明から入ってもいい？ちょっと遠回りするんだけど。ユダヤ教の説明でもいいかな。神道は日本だけだよ。日本発祥の宗教だから。ごめん、コメントちょっと読めなかったから、そうだね、社会主義的なシステムを内包されていて、例えばそのイスラム教の教義の中に稼いだ金額の 10% は自分よりも身分の低い人に必ず渡さないといけないの。だからこの身分の低い人は 10% 受け取るんですよ。ホームレスとか子供とか誰でもいいんだけど。で、今度受け取った人が、これが面白いんだけど、普通は渡した方が偉いって考えるでしょ。日本とか資本主義だったら偉い人が渡すんじゃないの。これは神の命令で、そのアッラーの命令だから、あのね、受け取った方がアッラーに幸あれっていう、これ面白いでしょ。そう、渡す方もアッラーの命令で渡されてるし、受け取る方もアッラーの命令で受け取ってるから、お互いイーブンなの。だからその救済システムがあるの。で、何の話してた？イスラム教？あ、まあ、だからベーシックインカムが必要ないんだよね。うん。だから、その、乞食がいないとかよく言われるし。うん。だから、受け取った方がアッラーに幸あれって言って、こう、拝むんだよね。その、渡した方が拝む。ユダヤ教か。ユダヤ教が何なのかっていうのってわかる？旧約聖書って大体わかる？旧約聖書説明した方がいい？説明いる？大体わかるでしょ。アベルとカインとかわかるでしょ。ノアの箱舟とか10回とか、あのエジプトで奴隷やってたとか。ああ必要か。まあ簡単に言うと、聖地がありましたと。で、そこに神様、モーセっていう人が神様から啓示を受けるんですよ。モーセ、モーゼの10回とか言うでしょ。で、簡単に言うと、その石板にあの10回って言って10個の教えをもらうんだけど、それを運んでたのがトーラーっていうやつなんだけど、まあユダヤ教っていう民族が、まあユダヤ教ができるわけ、まあユダヤ民族ができる。で、約束の地ってカナンの地とかいろいろ出てくるんだけど、まあ今ほら中東で争ってるところがユダヤ教徒の聖地なんですよ、もともとあった国で。戦争で追い出されて、ユダヤ民族っていうのはエジプトでピラミッド作ってたりするんですよ。で、出エジプト期って言って、エジプトから奴隷を脱出するためにっていろいろなことをやってる。要は旧約聖書ってあれ歴史書なの。ユダヤ民族の歴史なの。うん。ごめん、今ね、大まかにね。で、まあ簡単に言うと、まあアダムとイブから始まって、神様が7日間で、地上を作って、でエデンでまずアダムを作って、アダムの肋骨を抜いてイブが生まれて、で、生命の実、禁断の実を食べて、あ、違う、知恵の実だ。知恵の実を食べて、悪魔にそそのかれて、知恵の実を食べてしまって、知恵を与えられて、イチジクの葉で陰部を隠したのが服の始まりで、で、その一族がっていう物語になってるのよ。で、まあ、出エジプト記だ、なんだかんだっていう歴史でしょ。これが簡単に言うと、ユダヤ教。で、ユダヤが権力を持っていった時に、とある人物が現れます。それがイエス・キリストです。で、イエス・キリストはまあ大体わかると思うからはしょるんだけど、まあ簡単に言うと、庶民たちにユダヤ教を勝手に教えてた大工の息子がいるんですよ。で、最終的にはその教団がでかくなっていくの。要はイエス・キリストっていうのはユダヤ教徒なのよ。で、どん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 その力がついていくから、
もう権力があったユダヤ教の人たちっていうのが、あれはなんだカルトじゃねえかっつって、キリストをゴルゴダの丘っていうところに貼り付けにして、でロンギヌスさんっていう人が槍でついて殺すんですよ。でこのキリストの血を浴びたのがロンギヌスの槍で、まあ簡単に言うと、その後、弟子だったパウロっていう人、パウロの書簡とか出てくるんだけど、新約聖書にパウロっていう人がその、弟子たちを神格化させていって、布教の旅に出させて聖書っていうものを作るんですよ。で実はこのパウロっていう人はもともとユダヤ教の高官だったの。要はユダヤ教の教義とか仕切る側の人間だったの。でもキリストのカリスマ性にやられて、要はキリスト教を作る、だから聖書を書く技術とかがあったの。それがキリスト教で、今度そのユダヤ教の派系なんだけど、その、約束の地で、ムハンマドかな、ムハンマドが啓示をアッラーから受ける。キリスト教とユダヤ教はヤハウェっていう神様を信仰してる。絶対神のことヤハウェって言うんだけど、エホバとかヤハウェっていうのね。で、アッラーから啓示受けるんですよ。で、それでできた宗教っていうのがイスラム教なんだけど、実を言うと、ユダヤ教とかのエッセンスであったりとか、キリスト、例えばイエス・キリストっていうのは預言者として登録してるんですよ。知ってた？だから実はその、天使の名前とかは実は全部キリスト教とかユダヤ教がベースになってんの。だから一番最後にできたのがイスラム教。これで OK？ うん。トレーニングやってるよ。で、イスラム教が何なのかっていう。要はだから、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教とか、あれ、兄弟とかいとこの関係の。神はいない、神はあると思う。分派が違う程度ではないんだけど、教義自体は全然違うの。だから新約聖書、あのね、新約聖書って言われてるのはキリスト教なんだけど、実はユダヤ教徒からすると旧約聖書って呼ばれてるけど、それはキリスト教の言い方なの。旧約っていうのは、ユダヤ教っていうのは神様からもらった、モーセがもらった聖書、キリスト教徒が旧約って呼んでる聖書しかないって言ってんので、キリスト教は旧約聖書にプラス新約をくっつけた形の、キリストからの年代をつけてるのね。要は旧約聖書と新約の部分をセットで新約聖書なの。だからそこがユダヤとキリスト教の考え方の違い。実は神様は同じ神様なんだよ。実は神様は同じ神様。花火が狂ったように飛び交う枠はここですよ。はい。アンチコメが飛び交ってるね。計算違いだ。うん。まあ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 、そんな感じかな。で、ユダヤ人っていうのは先民思想だから。それはまあ何かに祈るっていうのは、だからアミニズム的なんじゃないの。何かに祈るんじゃなくて、キリスト教徒はヤハウェにしか祈らないからね、うん、アラブ人とユダヤ人の違い、何アラブ人とユダヤ人の違いって何、日本人とアメリカ人の違いみたいに聞こえるんだけど、フリーメイソン、フリーメイソンは金持ちサークル、日本に限って言ったら。オバマはユダヤ人なのかな、わかんないな。
フリーメイソンの儀式？いや、なんか呪文唱えるらしいよね。丸暗記しないと入れないんだよね。なんか競技を。911テロなんか兄弟喧嘩みたいなものじゃなくて、パパブッシュがいたでしょ。ブッシュ大統領のパパ。大統領だったじゃん。あれがもともと作ったんだよ、アルカイド。だからアルカイダにずっと支援してたんだよ、パパブッシュは。大乗仏教と小乗仏教の違いは何ですか？小乗仏教っていう言い方は上座部仏教って言ってほしいんだけど、もともと原始仏教って言って、ブッダが、宗教やってる感覚なかったんだよ、ブッダは。人助けをしてたの。宗教ダメだっつってだから。で、その後、弟子たちが、その、宗教化していくの。で、サンガって言うんだけど、その、弟子たちが丘の上に登って、毎朝、ブッダの教えを、こう、唱えることだけ許可をもらってたの。ブッダ様はこうおっしゃりました、何々って復唱してたの。何百年間も。で、その後に、まあまあ、それも正常仏教とか原始仏教って言っていいと思うんだけど、経典を持ったらダメだったんですよ。で、上座部仏教、正常仏教って呼ばれてるのは、個人が悟るもの。ブッダっていうのは、その、自分が修行しないと悟れませんよって言ってたのがブッダ。だからそれを厳密に守ってるのが上座部仏教、正常仏教ね。だけど中国大陸、要はあの西遊記でさ、あの天竺に行くっていうのはあれインドのことなんだけど、仏教を持ち帰る話なの、中国人が。で、中国人が解約していくんだけど、で、そこで道教儒教の思想が混ざりながら大乗っていう考え方が入る。要は大きな船って書くんだけど、要は個人だけを救済するんじゃなくて、要はそのまあ普通の庶民も救われるような教義に変えたのが大乗仏教で、日本っていうのは遣唐使遣隋使って言ってさ、中国に派兵するのよ。で、仏教を持ち帰るんだけど、だからメイドインチャイナの仏教を持ち帰ったのが日本なの。だから日本は大乗仏教から入ってきてる。そんな感じ。中卒です。はい、なんで何回言ったらわかんの。中卒だっつってんじゃん。だからツイッターフォローしろよ。中卒って書いてあるから。何回言わせんだよ。俺に言わせたいだけだろ、中卒って。なんで中卒なの。中卒だから中卒なんだよ。神道っていうのはもともとすごく特殊で、まあ、ギリシャ神話とかも実は宗教の一つだって言われてるんだけど、アミニズムっていうのがあるの、宗教っていうのは。例えばインディアンもアミニズムだし、自然崇拝だと思って、万物に神様が宿るとか、太陽神とか、こういったジャンルっていうのはアミニズムで、世界中でアミニズムって滅んで、どんどん宗教が厳格になっていくの。だけど日本っていうのは、アミニズム、八百万の神であったりとかさ、古事記とか万葉集とか残ってるでしょ、いろいろ。だからすごいのよ、アミニズムが現在でも残ってんの日本だけなの、実は。そうで、俺はこれをどういう風に解釈してるかっていうと、日本っていうのは土地が豊かだったから、まず敵国から攻められなかった。海に囲まれてるから、だからアミニズムで通用した。あとね、世界が宗教がなぜ起こったのかっていうと、殺し合いをしたくないから、死を正当化するためって言われてるの。まあ仏教はちょっと例外なんだけど、なんで厳格な宗教が生まれたのか、ユダヤ、キリスト、イスラムって生まれたのかっていうと、人を殺すための倫理観を作るためって言われてるのね。でも日本っていうのは実はどんぐり拾ってたんだ、ずっと。どんぐり食ったりハマグリ食ったりして生活ができたの。だから実は自然に対して祈ってた方が効率が良かったのよ。人を殺さなくてよかったから。神様ありがとうだーって、ああ太陽様のおかげだーっつって、森の神様のおかげだーって、海の神様ありがとうなーって、だからアミニズムが残ってるっていう稀有な例だよね。
まあイノシシも食ってただろうね。要はそれは食料が豊富だったってことでしょ。俺は宗教大嫌いだ、勧誘なんかしねえよ。日本の宗教について教えて。その中の武士道はどんな存在なのか。あ、武士道を宗教とするか宗教としないかは実は難しい。それは道教、儒教が宗教なのかっていうのと一緒なんですよ。世界的に見たら宗教学、さっき言ったマックス・ベーバーの意見を採用するなら俺は武士道は宗教だと思う。ただし、普通日本人は宗教として武士道を捉えてません。まあだから、武士道について知りたかったら、葉隠れっていう書物を読んだ方がいいです。ユダヤ移民日本土着説ってなんだ。要は日中同祖論ってやつですね。宗教活動は労働に含まれる。ごめん、何を言ってるか意味が分かんないわ。もっと噛み砕いて言って。もっと言うなら、例えばあれだよ、ヒンドゥー教なんて日本信仰してないよって思ってるかもしれないけど、なんだっけ、七夕ってあれヒンドゥー教の儀式だよ。知ってた？ヒトラーは天才だろうね。部長山田は知らない。この本は出会っとくべき一冊っていうのは、俺は人に言うもんではないと思うね。人との出会いっていうか、自分がすごいと思ったものが他人がすごいと思うわけないじゃん。あ、わかったわかった。言ってあげる。ドラゴンボール。うん。ドラゴンボールとかワンピースとかでいいんだ。ハンターハンターとか。それ読んどいた方がいいよ。七夕はもともとヒンドゥー教。あ、ありがとう。私はバルモン階級です。ありがとう。そういうなんだ。花火ありがとう。バラモンがいいの。カースト制度公認派。あ、この人か。ありがとうございます。もうあれだよ、8時間放送やってさ、9時間目だから頭痛いのよ。密教っていうのはね、また面白いんだけど、先祖帰りをしたんだよね。原始的に戻って禅とかに行こうっていうね。ヒンズー教の何が七夕の元になってんの？違う違う、七夕っていう織姫彦星っていう考え方があるでしょ。なんだっけごめん覚えてないんだけど、織姫彦星がいて年に1回会うっていう、あの考え方がもともとヒンズー教の考え方なの。だから何が七夕の何がヒンズー教なのじゃなくて、あれはヒンズー教から日本に伝わってきたもの、うん、私は密教です。ありがとう。花火ありがとう。まあじゃあ禅とかやるのかな、この方は。誰だろう。そうそう、弁財天とかね。そう、弁財天っていうのは至福神の中で弁財天いるでしょ。あれはバラモン教の奥様、要はね、バラモン教のね、ブラフマーっていう絶対神がいるんだけど、バラモン教の絶対神がいる、ブラフマー。ブラフマーの奥さんが弁財天の。弁財天っていうのは喋りと音楽の神様ね。あとお金の神様。女の神様ね。そうそう、天の川だ。ありがとう。いや、ヒンズースクワットはヒンズー教から来たかどうかわかんないわ。厳密に言うとね、中国から入ってきたの。要はさっきも言ったけど、インドっていうのが要は最高の英知があるって、インドがメインだところ、中国が大陸がでかくなってきた時に輸入して、その中にミックスされて入ってきた。だから至福神の中に日本の神様、まあ仏さんとかいろんな宗教だよ。至福神ってバラバラだよ。至福神宗教で調べてごらん。バラバラの神様だから。エルサレムを教祖、なんでエルサレムを教祖は選んだ。ごめん、何言ってるか分かんないわ。いや、宗教を論破するために勉強しないとと思って。
日本人が初めて中国大陸を降り立った時ビビったやろな。まあそうだろうね。大国だからね、当時は、中国は。これからまあインド中国って、まあ世代はぐるぐる回るんだよね、何千年もかけてね。和道の哲学、俺個人の哲学ね。で、宗教は世の中に必要な、和道の哲学で宗教は世の中に必要な存在？宗教は死の学問だっていうのが俺の定義。これは俺の個人の考え方なんだけど、死生観、生きることと死ぬことの価値観を左右させる。要は、裏付けるのは宗教だっていうのが俺の考え方。で、人間が不老不死を手に入れた瞬間、宗教がなくなるっていうのが俺の考え方。で、人間っていうのは不老不死を得ないっていうのが俺の考え方だから、一生人間が生きていくために必要な学問だと思ってる。これが俺の個人の考え方。ちょっと振りが雑だよ、85。和道だよ、やってじゃねえんだよ。ちょっと、22号雑だよ、振りが。後でやってやるから待ってろよ。トーク組み立てねえといきなり俺和道だよって言って何が面白いんだよ。なあ、わかんねえだろ。トークってあるんだよ。なあ。あ、お布施ありがとうございます。匿名さん、お布施ありがとう。そうだね。だから、ブッダが言ったお布施そのものに近いね。まあ、乞食っていうのももともと仏教用語だからな。まあ、だから、この今、花見投げてくれてる人は、まあ、宗教のことよく分かってんだよ。ボケ殺しってさ、なんで、世界の鍋やつにさ、いきなり数字の3言って、数字の3言って、ねえねえ、鍋やつさん、数字の3言って、3って言うと面白いでしょ。バト、ねえ、鍋やつさんのさ、3って言うやつ面白いから、3って言って、ねえ、3って言ってって、バカだろ。3って言って面白くなるわけねえだろ、いきなり。振りが雑なんだって、リスナー。いやー、例えばね、和道、俺和道だよっていう振りをやるんだったら、いやー、さすがだねーって、なんでこんな詳しいんだろうって。そういう振りがあるだろう。サインやって、サインやって、サインやってって。バカだろ。例え古いか、ごめんごめん。だって俺和道だよ。花火飛び交うの見せて。上がってるじゃん、今。不老不死。管につながれた老人が増えるだけ。ああ、面白いね。ありがとう。パフェありがとう。90号さん、パフェありがとう。いや、花火、じゃあ4発もらえんのかよ。宗教の話でさ、花火4発もらえる配信者なんか他にいねえぞ。なあ。宗教の話やって花火もらえる配信者ってめちゃくちゃレアだよ。俺の花火論なんかいいんだよ。俺は乞食だからよ。多い方だよ。で、あとは宗教について何が聞きたいの？まあ、宗教について異常に語れるかな。電脳擬態化した広角では宗教がなかったね。いや、永遠の命は手に入れてないから宗教を書いてないだけでしょ。だけど、あれは宗教自体を書いてると思うよ。要はネットが神だって話だから。で、神と元子が融合する話だから。新しい、やっぱ宗教観を書いてるな。要は生命とは何かを書いて、死は何かって書いてるな。で、元子っていうのは自分の脳みそ見たことないから、私もプログラムじゃないかっていう宗教でしょ、あれ。で、最終的に神、要はネットそのものと融合して永遠の命を手に入れるって、やっぱ宗教に見えるよ、俺は。攻殻機動隊は。あ、バガありがとう。バガ5個ありがとう。宗教必要ないと思えるのは勉強した上でかな。宗教は必要ないとは思ってない。俺は宗教がまず嫌いで、まあ論破するために宗教誰よりも詳しくなんないとと思って。要は牧師さんとかに騙されちゃうから。要はその辺の生臭坊主とか、生臭神主とか、生臭坊主とか牧師、神主とかに騙されないっていう理論武装をするために覚えたっていうのが1点目。ただ、人類っていうのが死を克服しない限り宗教は必要だよっていうのが俺の考え方。で、なんで俺個人は必要ないかって考えると、俺の生き方があるから。要は、マイ宗教、マイ哲学があればいいの。ただそれだけ。
今の日本はなぜ働き続けなければならないのですか。働き続けないといけないと思ってる人が多いからで、働かなくていいやって言ってるニートたちは働いてないから、ただそれだけ。のんちゃんが投げてない、のんちゃん寝てるよ。宗教がある限りつうか一神教だよね。だって仏教って武力で制覇した歴史がないんだもん。仏教ってすっごい不思議な特殊な宗教で、武力で弾圧したこと一回もないんだよ。だからチベットとかやられちゃうんだよ。仏教ってね、ずっと戦争仕掛けられ続けてるの。戦争の論理に向いてないの仏教って。花火ありがとう32号さん。実際向いてないでしょ仏教。まあ日本がね、仏教が武力を持ったことは一回あるんだけど、まあ日本はちょっと特殊ね。だから大乗仏教でしょ、それも。そうなんだよね、仏教っていうのはその欲を捨てようっていうこととね、なんかね、仏教については知れば知るほど面白いんだけど、あのみんながびっくりするよ、ブッダが言ったこと聞いたら。仏教はまあいずれ滅びるっていうのは俺も同意見だな。俺も同じ考え、仏教はいずれ滅びると思う。俺はだから別に能が聞こえて平和になるなんて言ってないよ。戦争なくなんねえっつってんだ。知らない、創価学会は俺仏教と何の関係もねえと思ってるから。俺はじゃあ仏教論を語るんだけど、あのこれ覚えといて、俺の考えだけど、俺は大乗非仏説論だから。大乗非仏説、要は大乗仏教は仏教と何の関係もないって、仏説ではないっていうのが俺の考え方だから、仏教を名乗ってる大乗仏教は全部嘘だよ。ありがとうございます。花火ありがとう匿名さん、ありがとう。お布施ね古事記ね、ありがとうございます。和道の説法にね、対価を与えてくれてるわけだ、ありがとう。要は難しいよな。要は死にたくねえって弱みにつけ込むのが宗教家のやることだからな。だからね、ブッダ本人、キリスト本人って哲学者であり行動家なんだよね。キリストはちょっと革命家っていうかね、自分が神様だっていう思ってる節は強かったと思ってるけど。花火いりますよ。日本は何教徒なの？まあまあ、一番多いのは仏教と神道じゃないかな。ありがとうございます。花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ガンジーは殺された。まあまあ、ガンジーすごいすごいって言ってるけどね、ロリコンだし浮気はするし、奥さん何人いたんだっけ。結構めちゃくちゃだからね、性欲強すぎるんだよ。キツネさんか、すいません。働いたら負けだと思わないけどね。だから俺はその200年後ぐらいの歴史の教科書にこう書かれてると思うよ。
日本っていうのはアルバイトとかパート社員とか正社員っていう奴隷制度がありましたって書かれてると思うよ。働いてたの奴隷じゃん笑って小学生とか言ってると思うよそんな気がしない？200年後ぐらいの日本、って働いてたのチョベリバーって言ってると思うよ。人に無理に布教してない宗教、一応仏教は布教活動はしないはずなんだけどね。ありがとうございます。99号さん花火ありがとう。一応ね、ブッダ、面白いんだけど、仏教の面白いところ、ブッダ本人がいやいや宗教の、広めるんだよ。宗教っていうか、教えを広めに行くんだよね。本人は入滅しようとしてたところにね、梵天勘定って言うんだけど、ブラフマ、神様がね、ブッダに教えてやってくれっていう、宗教を広めてくれっていうか、宗教ではないんだけど、お前の考え方を世に広めろって、神様がお願いにすんのよ。日本省になってるかもね。もしくはアメリカの一部になってるかもな。中国かアメリカの一部に俺もなってると思う。日本が子としてあり続けるっていうのはちょっと現実的に俺も思わない。学生運動、さっきだから言ったじゃん。マルキシズムっていうのは宗教の一つ、宗教運動の一つだよっていう学説があるって言ったの、そこよ。だから学生運動、まさにマルキシズムの運動でしょ。中国は分裂、どうだろうな。まあ日本みたいになると思うよ。まあ20年、30年したらバブル崩壊して、日本よりもとんでもない少子高齢化が来るからやばいよね。みんな働かないと、いや、ロボットと外国人労働は残り続けんじゃないかな。その2つは残ると思うよ。バガーありがとう。12号さんバガーありがとう。今ね、実はね、一番 AI の管理が進んでる仕組みっていうのが、実は農業なんだよ。要はロボットに農業を自動化させようっていう動きって、今大企業で一番盛んに研究が進んでんの。だからね、まあ飢餓がなくなると思うよ。まあ実際今資本主義でないからね。あとは自動化すればいいだけだから。そう。IT でね、IT の会社に勤めてる人とかみんな知ってるよ。農業をどうやってその管理するのかっていうパソコンで、そういう学問、要は天候学とかと研究が進んでるの。そう、生きるために食うために働くっていう概念はなくなるんじゃないかなと思ってる。まあ世界ではなくならないだろうけど、日本ではなくなるんじゃないかな。IoT も農業専攻、最近花火めちゃめちゃいただいてますよ。ありがとう。32号さん仕事頑張ってください。バガーありがとう。頑張ってね。格差社会はなくなるだろうけど、これね、格差社会って言うけど、貴族の頃からっつうか、江戸時代も格差社会だし、格差はずっとあるんだよ。ただ、平民って呼ばれてる人たちの生活水準っていうのは、100年単位で見ていくとどんどん上がっていってるの。餓死者とか少ないでしょ？病気でも寿命、ね、医療を受けられるようになってるでしょ？だから、格差自体は人間の本能として絶対なくならないっていう、要はカースト制度なんだけど、カーストはなくならないんだよ。だけど、人類はどんどん良くなっていくと思うよ。だから食料と水の安全がこんだけ整ってる国ってないもん。日本人って生まれただけで相当幸せだからね。水道水飲めるんだぜ。水がただ増税なんだよ。ありえねえよ。だからまず江戸時代、ほら豊臣秀吉が水のインフラ整えたじゃん。
水路を引いて下水道上下水道を引いてって、だからすげえ綺麗な国なんだよ日本って。だから水がまず大事だっていう、あの着眼点は日本人すごい賢いと思うよ。あのね、食料自給率についてはいろんな考え方があるんだけど、例えば卵って国産じゃないんですよ。びっくりするでしょ。卵ってみんな日本産でしょ。外人って生卵絶対食べないの。なんでかっていうと時間が経つし、あの保存技術が低いから。卵って日本で産んでる卵なのに、日本産だと思ってるでしょ。あれ日本の統計だと外国産の。なんでかっていう、飼料餌があの外国産だから。だからね、ちょっとね、 WHO とかがやってたり世界の政府がやってる統計データ、データの取り方が違うんだよ。牛乳でアメリカ産とか聞いたことないでしょ。だけど牛乳とかも飼料が外国だから、そういう計算方式なのね。ちょっとだから日本だけ特殊なの、卵だからね。そんなに実は食料自給率は低くないっていう、7割ぐらいだっていう、その世界の標準の考え方だったら。話の内容薄いかな、ごめんね。じゃあ俺の代わりに凸上がってきた、俺より濃い内容で話してくんね。外国なんか水飲んだら腹下すよ絶対。あ、フォローありがとう。いや、俺より濃い内容で話せるんだったらさ、凸上がってきて5分間でも喋ってくれよなあ。聞きてえよなみんな。なあ、話の内容薄って言うんだったら俺よりも濃い内容で話せよ。凸上がってこいよ。じゃあ時間設けるぜ、3分でもいいよ。受け取り方の問題だろ。俺は別に害悪な宗教なんてないと思ってるよ。ねえ、面白い話してんのにね。パンは日本産、小麦粉を輸入してるからパンも日本産じゃないんだよ。だからちょっと海外の統計の取り方と違うの。あ、まあまあ水飲める国は全然あるよ。ただまあ珍しいんだよ。大陸、要はその海に囲まれてるとか。すごい面白い、ありがとう。花火ありがとう。キツネさんありがとうございます。花火ありがとうね。ねえ、楽しんでるところでつまんねえって水を差すなよな。そんなにつまんないって言うんだったら面白い話してくれよ。じゃあ人口削減はどのような手段なら可能でしょうか。人口削減だから日本は完了して人口減らしてるじゃん。これってみんなさ、自然に減って問題が起こってると思ってるでしょ。もともと日本って人口増えすぎたから減らそうって官僚超頭よくて政策的にやってるんだよこれ。あの日本って人口が増えすぎたの。だから国内生産のさっきの食料の問題とかを循環させるためにわざとやったんだよ。それが失敗してこうなったの。外国人入れなきゃって。もともとね、日本の国土を考えると2000万人から3000万人がちょうどいいって言われてるんだよ。明日のね、豆知識がね、見つかったやつ。でもちゃんと裏取ってね、あの赤っ端書くから、俺が間違った情報のある可能性があるからちゃんとネットで調べて。あの俺が話してるってことはソースがあるはずだから、じゃないと責任取れないからね。ワードてめえ、お前卵国産扱いじゃねえかよ、恥かいたわって言われたら責任取れないからよろしくね。面白いなって思ったらデータソースは自分で取ってね。俺が自分で恥かいてリスナーに詰められる分には俺責任ね、自分で取れるよ、ごめん間違ってたわって言えるけど、みんながドヤ顔で話して恥かいたらさ、責任取れないからさ。江戸時代はだいたい2000万人ぐらいって言われてるね。だから人口爆発がすごい起こってんだよ。戦争はね、実はいろいろ考えたんだけど、俺経済の勉強と宗教の勉強と、あとその最近はね、資本主義とかいろんな勉強してるんだけど、最近出した、俺はね、最初金が戦争を生む、要はあの陰謀論になるんだけど、要は金儲けのツールでしょって考えてたの。戦争は要は軍事産業が儲かるからが1点目で、今度宗教の勉強したら、あ、宗教同士の争いなんだって思ったの。要はイスラムとキリスト教の喧嘩だって思ったので、宗教派になったでしょ。で今度何が起こったかっていうと、俺ねすごいね、あの文献に出会ったの。要は自分が宗教に詳しかったら宗教戦争だ、経済に詳しい人は経済戦争だっていう、要は立場が変わるの、複合してるのね。
そのどれか1個って答えなんない。だけど実はね、今一番ねひらめいてるのはね、公共事業、戦争イコール公共事業だっていうのに気づいた。戦争しないとリセットできないの。これ面白いんだよ。公共事業説、戦争工業事業説。要は格差社会が行き詰まっていくから、フラットにするのは戦争しかないっていう考え方があるの。だから人間の中の本能で組み込まれてんの。もうね、イデオロギーとか関係ないっていう。国をリセットするために編み出した、頭のいい権力者たちの方法だっていう。インフラとは違うんだけど、公共事業ね。公共事業。要は金持ちから国が徴収できる、徴収できるの、強制的に。へえ、面白いね。同性愛とかロリコンは人口の減少と関係性がある。でも江戸時代の頃からずっとロリコン文化じゃん。メガホンありがとう。フリーメイソンはね、実際誘われたことあるよ、俺。入るときよろしくって、名刺もらったことあるんだけど、あれはただの金持ちサークル、日本だったら。フリーメイソンってすごい奥が深いのよ。あれはもともとギルドなのね。なんで流行ったかっていうのも理由があって、カトリックとプロテスタントが喧嘩してるときに一緒に飲んだらダメだっていうのがあって、で、フリーメイソンっていう建前で飲み合ってたんだよね。だからギルドが流行ったの。俺もともと経営者だったんだよ。で、22歳の時かな。知り合いが面白いって、当時36歳ぐらいの人がいて、で、俺が22歳で、すごい経営のことを教わってて、で、いろいろ話してた、最後名刺くれたの。俺こういうもんだからって。で、当時ね、フリーメイソンって流行ってなかったのよ。関明夫が流行らせてたじゃん。なんだこれっつって分かんなかったんだけど、関明夫が流行ったら、あーって、あの人フリーメイソンだったんだって。今日もね、たくさんいただいてますよ。もともとだからラーメンって支那そばって呼んでるもんね。おじいちゃんとか、俺のばあちゃん支那そばって言うよ。ラーメンのこと。支那ってチャイナのことね。ああ、ほら、もう古い人は支那って呼ぶから。日本はもともとチャイナのこと支那って呼んでたから。支那そばって言うよ、ばあちゃんは。はい、ワドツ。まあ、その中でもね、沖縄とか広島、長崎のね、あと東京大空襲ね。でもね、山形の人とかはね、疎開楽しかったよ、みたいなこと言うよ。東北の人は。あ、攻撃されてないから、なんか東京からいっぱい人がいて楽しかったね、なんて言うよ。戦争ってそういうもんよ。流行ってた。暖食とかさ。まあ、庶民にもあったらしいよ。武士のたしまい、葉隠れなんかフェラチオのやり方とか書いてあるからね。あと、なんだ、アナルセックスとかも書いてあるよ。清潔にしなさいって。まあ、アテネとかね。シナって差別用語じゃないじゃん。だって、チャイナってシナって書いてあるじゃん。シナって書いてあるじゃん。本人が名乗ってるわけだから。向こうがシナって書いてあるじゃんね。チャイナって。あれ、日本語読み出すしなじゃん。あ、バイト、いってらっしゃい。はいはい、頑張ってね。ああ、秀吉ぐらいか。まあ、農民でだからね。あ、だから、花魁はすごい、避妊の技術いっぱい持ってたらしいよ。19号さんいらっしゃい。風船ありがとう。ああね、石原さんはシナシナっていうよね、古い人だから。怒る中国人いるよ。日本に言われたくないって。ほら、日本が統治してた昔の呼び名だから。要は戦争のことを思い出すんでしょ。昔の同性愛者は一応異性としてエッチ。世継ぎは作ったから今のセクシャルマイノリティ。要は遊びでしょ。男色は遊びでしょ。ねえ、シナって書いてあるんだね。バカありがとう。差別用語じゃないでしょって。
コンドームの代わりになるのがあったんじゃなかったっけな、なんか。なんかあったような気がするんだよな。まあまあ、すごいダメなやつだろうけど。バガーありがとう。まあ日本は性に寛容っていうか、もう性遊びっていうか、性風俗めちゃめちゃすごいからね。俺さ、テレクラとかさ、なんか耳かきとかあるじゃん。あとデートするだけとか。これって俺風俗だと思ってんのね。メイドカフェとかも風俗の一個だと思ってんだけど、こんだけジャンルいっぱいある風俗ないよ。あ、そうだ、羊の蝶の皮だ。ありがとう、ありがとう。パンツ売るとか、ブルセラとかね。だから、なんかロリコンだとかなんだかんだとか言ってるけどさ、江戸時代から、出会いカフェもそうだと思うよ。こんなに発展してんのないよ。リンリンクラブとかね、テレクラとかね、スタービーチとかね。だからもうエロエロなんだよ、日本人は。エロいっていうことにもっと誇りを持った方がいいよ。もともと性に対して寛容なんだから。そう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 、日本人ってね、もうなんか、だからね、明治の時に先進国の、要は、なんつうの、浮気はダメだとか、あれ、西洋の文化の、戦後に GHQ が押し付けた文化の、無理だよ。日本人なんかもう結婚してても女も男もパコりまくってんだから。西洋の文化合わないよ。こんなにさ、もうねえ、ホモだの、ロリコンだの、バイだのさ、もうこんだけいるんだもん。無理だよ。DNA 的に無理だもん。旬がなんかね、アニメの原型でしょ、あれ。危険ドラッグはまあ、無理だよ。で、日本人どう思う？これ別になんか、西洋の考え方を押し付けるのやめてほしいんだよね。タフ多彩性だよ。結婚はね、家制度なんだよね。家を守るってことさえやってくれればって。要は、戸籍とか、その、家制度っていう、名字を継ぐっていうのは、男性でっていうのは、家制度。家と家の、その、まあ、昔はさ、その子供を育てるの大変だったんだよ。産んでもさ、その、なんつうの、それがちゃんと大人に成人する確率すごい低かったから。何こんなやつにさせてしまったリスナーもダメって、あなたもその一人なんだよ。何がどうダメなの？人の生き方否定するのやめてくんね。苗字を継ぐってどういうことだろう。苗字を継ぐっていうのはどういうこと？いや、家を守るっていうことでしょ。競馬やったことない。だから好きか嫌いか分かんない。やったことないから。ただなんか馬主さんと商談したことあるんだけど、楽しそうだなと思ってる。アダルトビデオはだからテクノロジーの進化だから、ビデオデッキっていうものを開発じゃん。だから難しいよね。原点は何だろうっていうよりも、ビデオっていうテクノロジーがないとできないものだから。馬主さんと何つうんだっけ、馬を育てるところなんて言うんだっけ、なんていうの、ファームっていうの、日本語でなんて言うんだっけな、調教師っていうの、そういう人と商談した。いや、昔の方がいっぱいいたよ。小月小月って。フルボッコにされたよ。リスナーさんから金品受け取っただけで、干されたんだから、昔は。ねえ、ニコ生なんかね、リスナーさんから個人的な振り込みバレたらもう大事件で叩かれまくったよね。もうみんな叩く、フルボッコにする枠だよ。あ、旧社か。ありがとう。
今なんかね、アイテムもらってよかったねっていう時代だよ。花火師っていう言葉があるんだから。そうだよ、ここ1、2年だよ、急に変わったの。古事記だ古事記だって言ってんのは、そのニコ生の文化の名残なんだよ。コーヒー1本で土下座だったよね。コーヒー1本もらっただけで緑さん土下座したんだよ。どうもすいませんでしたって。うん、すごい時代だったよ。缶コーヒー1本で土下座ってなんだよな。ねえ、ふわっちができてからみんな羨ましい羨ましいでしょ。だからふわっちに人集まってるもんね。初見さん楽しんでて、よっさんとかも土下座してた？懐かしいね。まあそう、古事記っていうのを言い出したのはみどりさんなんだよ、広めたの。要はリスナーさんから物をもらうのは悪いっていう考え方をしたのは横山みどりなのね。そう、まあふわっちは、まあいいサービスを作ってる会社が儲けて何が悪いんだって考え方あるけど、フットサル行かないよ、もう断ってる俺。テルにごめんって、今後誘われてもフットサル行けねえわっつって、うん、もう TCP が怖いTCP が怖くて怖くてしょうがない。テルには申し訳ないんだけど全部出るよって言ってたの。でも行くたんびに叩かれるから、もうごめんっつって、 TCP 怖すぎるわっつって DM が来んだよ、 TCP から。テル君と絡まないでください、不快ですって。俺テルから頼まれて言ってんだわって、もうやりとりがめんどくさくなっちゃって。いや、リスナーは TCP のリスナーから、テル君と詐欺師が関わってると不快です、画面に映らないでくださいって。無理だよっつってスポーツやってるだけだからカメラワーク俺やってないよって、テルが誘ったから行ったんだよっつって、もうそんなのあれですとか言って、3件ぐらい来るからもういいわと思って、テルごめんっつって、あのテルの企画ずっと応援したいからっつって4回ぐらい行ったんだけど、3、4回行ったんだけど、もう怖いと思ってTCP 怖い行かないでしょ。で別にさ、あのフットサル出たからってさ、俺はさ1日潰れてさ交通費かかってさギャラが出るわけじゃないじゃん。だから普通に家で配信してる給料分がなくなるだけだよ。だからテルのためにっていう風にやってたのに、あそこのリスナーの一部の人間がバカ臭いじゃん。いや3件でも来てみろよ、3件でも苦情来たら、や腹立つだろ、俺1円にもなんねえんだから。いや行くだけ無駄でしょ、だってうちのリスナー俺がフットサルやってるとこなんか見たくねえんだから。うん、うん、男リスナーはねもういないよね、皆無だよね。横山みどりって男だよ。ああどうだろうね、元旅団かどうか分かんないけど、捨て垢で DM 来んだよね。いや TCP に嫌われてんだよ俺。いや青山の株を落とすためじゃないよ、要はテルに言われてないよって言ってんじゃん、向こうのリスナーが悪いっつってんの。要はもうなんか囲い込もうとしてんだよテルのこと。捨て頃好きだよ、うん、なあもうなんか怖いじゃん、怖い怖い、うん、いやそりゃそうでしょ、嫌いな配信者誘わないでしょ。なんかテルにも誘われたよ、だけど申し訳ねえっつって断ったよ。捨て頃はいやみんな頑張ったねって言ってくれたけど、弱かったねとか雑魚って言ってくれたよ言っても雑魚は事実じゃん、猫パンチ面白かったよって、それは事実だからそれは事実だからアンチではないでしょ。弱かったねって、また負けたねっつって、面白かったよって、爆笑したわっつって、それは別に普通でしょ、うん、フットサルはそういうテンションじゃないんだって。テル君のそばに寄らないで
みたいな。それ、無理だよっていう。うん、猫パンチは本気。本気の猫パンチ。本気の猫パンチ。にゃん！いやーすごいよあそこは、もう、すごいよあそこ。ステゴロはギャラ出るよ。ステゴロギャラ出る、ねえ、別にフットサルお疲れって花火上がったことなんか一回もないさ。時間の無駄でしょ。テル呼ぶよ、友達だから、うん、テルは出てくれるよ俺の企画に。だから別にテルと喧嘩してるわけじゃないから、テルのリスナーが怖いって話よ。どうなんだろう、知らない客は。活躍は別に一点も取ったことねえな。フットサルはね、なんか俺が必要だってテルが言ってくれるんだけど、あいつがさ、俺のこと必要って言ってんのさ、そのアンチの矛先を俺に向けるためだろ。まあ、ワドいると盛り上がるんだよってニヤニヤしやがら言いやがるからさ、お前よって。お前俺にアンチぶつけるつもりだろうって。ふわっちは、あやすてごろってふわっちじゃないでしょ。あの、ツイキャスでしょ。俺はニコ生出身だね、もともと。え、何？公共授業、そこからこちらが、何？何？百号さん何言ってるか分かんない。あの、公共授業説っていうのは何かっていうと、あの、戦争イコール公共授業なんじゃないかっていう考え方が出てきたのが、その、トマ・ピケティの本とか、いろいろ勉強していく中で、その、まあ、例えばピラミッドが公共授業であるとか、いろんな考え方があるんだけど、戦争ってまず経済が回るのと、あの、強制徴収、お金、国家っていうのが、その、唯一、あの、フラットになるっていう、あの、トマ・ピケティが言ってんだけど、唯一、その、あの、上下階級っていうのがフラットになる瞬間は戦争だっていう風に言った時に、あれって、これ公共授業じゃんっていうことに気づいたっていうのが、俺の説な。だからトマ・ピケティのデータからの俺のアイディア。うん。え、和道でウィキ出てくんの？嘘、マジで、そうでしょ。ウィキ、本当に言ってる？え、出てこないけど。ないよ。なんだよ、出てこないじゃん。嘘だった。いや、使い分けてないよ。昔の名前が和道だっただけで。あ、ニコニコ大百科ね。いや、あのね、違うんだよ。なんか、人が慣れ合って集まってて、俺、慣れ合うの嫌いなんだよ。だってさ、サッカーが嫌いっつってんだよ。野球も大嫌いなんだよ。そもそも、嫌いなことやってんだもん。なんで俺ここいいんだろうってなるでしょ。ああ、ニコニコ大百科はあるよ。あれは、ニコ生の名虫だったらあるよ。そうそう、あの、なんだっけ、リーキャピタルだっけ、ゆいが、まあ喋りだったら好きだから、だから運動系とかよりも喋りがいいのよ。ペラさせたら俺は強いよ。ペラッペラのパードハードパンチャーだよ俺。これは強いよ、これは強いよ。ふわっちで月何百万稼ぎたいの？稼げるだけ稼ぎたいね。まあそれはでも俺が稼ぎたいっていうのと実際稼げるかどうかは別問題だから。いや、稼げるだけ稼ぎたいけど、でも要は稼ぐかどうかって花火くれるかどうかだから、俺の決定権じゃないじゃん。みんなが投げるかどうかだから、いや、みんなを信じるよ、うん。いや、和道の時給は3万円って、それが最近本当に稼げたりするから。30分で5万稼いだりするから、現実になってきちゃったんだよ。笑えないでしょ。
本当にいきなり30分で花火30発とか飛ぶんだよ。びっくりするよね。大花火いきなりファンタスティックでもらったりとか。喋りは好きだったね。得意だと思ったことはないけど、これで食ってきたから。普段どんな仕事？いや、これが仕事なの俺。ありがとう、花火ありがとうございます。ありがとうございます、頑張ります。下ネタ俺はバカ言えよ。お前ニコ生で俺の人気コンテンツで下ネタだったんだよ。和道のイカ臭い話っていうシリーズがあったんだから。もう主婦が集まってすごいよ。主婦の下ネタ談義よ。下ネタは強いよ俺。うん。アイラはまあ囲い画だから。だからアイラが飛ぶかどうかじゃないんだよ。テルがなんですごいかじゃないの。テルの周りにすごい人がいるの。アイラの周りにすごい人がいるの。わかる？花火を投げるのはリスナーさんだっていうことを忘れたらダメだよ。いや、封印してないよ全然。振られたら何でも話すよ俺。振られたら何でも話す。ペラが好きなんだよ。頭使うのが好きなの、考えるのが。昔からそういう性格なんだよね。俺がいつ嘘ついたんだよ。いや、だから今なんで花火もらってるの、10発なんでもらってるのって、俺の実力じゃないよって、花火投げてくれてる人がすごいんだよって言ってんの。この人たちがくれてるから、この人たちがすごいんだよって。あ、99号さんありがとう。99号さんありがとう。あー、わかるわかる。羽生くんのおかげ。俺は氷川きよしだと思ってる。俺は氷川きよしとテルジャンビンが似てると思ってる。おばちゃんに囲われまくってるつか。うちはみんなおっさんだからな。男の人でばっかりでしょ。じゃあ年齢と性別書いて。年齢は50代とか40代でいいよ。年齢と性別書いて。ちょっとデータ取ろう。オーディオインターフェースはね、ヤマハの AG03。 多分ね男性が多いと思うよ。20代後半か。22歳の男の子？面白い？こういう話聞いて。若い子最近ね、いないから。嬉しいよ。ありがとうね。面白い？ 131 号さん。まあ、30代以上だよね。80代の女性？ありがとうございます。可愛がってください。40代ね、3、40代が多いんだよ。3、40代。20代後半の人もいるんだ。ありがとう。ねえ、面白い？こういう宗教の話とか。もしよかったらフォローしてね。YouTube と Twitter とふわっちをフォローしてください。応援してくれる人は。僕はブロックとかいらないんで、ブロック入れるつもりないんで、アンチコメントも全然書いていいですよ。あ、20代なんだ。嬉しいね。日曜日だからか。もしよかったらフォローしてね。何でも話すから。おはよう。30代。まあまあ、3、40代、3、4、50代に可愛がられてるって感じだけど、今日は若い人多いね。ありがとう、ありがとう、みんな。フォローありがとう。フォローありがとう。そう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 、人生は楽しんだもん勝ちだよ。楽しんで、楽しんでいこう。おっさん多いね。まあ、日曜日だしね、今日はね。人妻かどうか聞いてない。人妻かどうか聞いてない。大丈夫。30代のおなごはてめえババア、いい加減にしろよ。賞味期限切れてんだからおなごじゃねえだろ。売れてんだよ。しょうがねえな、いつまでも女だからな、うちの30代のババアども。乙女だよな、うちのリスナーババアのくせにな。キャピ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 よ、色気飛ばしてきてよ。女捨てなさいよ。おなごっていうリスナー、いや、うちはちょっと癖があるんだよ、女たちが。若い女もいないもん。あ、6歳なんだ。明日ママのおっぱい飲むんだね。はい。54歳格闘技やってます。あー、もう本当に。なんか心当たりがあるな。なんか、うるさい人ね。54歳の格闘技やってる人はちょっと黙ってて。11号はちょっと黙ってて。あれか、今安城さん始まるからスタンバってんのか。あ、分かった、引き継ぐよ。ごめんごめん。今多分ね、安城さんのね、セッティングしてて、安城さんと打ち合わせしてんだ。
俺もさすがにもうね、9時間目雑談喋りっぱなしだからね。60までにいくら稼いだら勝ち組ですか？俺はね、稼いだ額で勝ち組負け組っていう風に考えるやつがまず負けてると思ってる。60代までにいくら稼いだか稼いでないかっていう人生つまらなそう。退屈。いや、稼げばいいじゃん。俺はずーっと遊んで稼いでるだけだから、遊べ遊べ遊べ、稼げ稼げ稼げ。そんな金勘定こうやってやってても面白くないもん。みんなと笑顔でわーってニコニコしてるやつの勝ちでしょ。貧乏でも。いやー10円しかねえよっつってニコニコしてるおっちゃん、ラーメンおごってーって言ってるおっちゃんとか、いやお前の人生勝ちだよって思わない？それでいいと思うんだよね。あ、気持ちで100発投げさせていただきます。待ってまーす。楽しんだかどうかでしょ。メガホンありがとう。メガホンありがとう。その雑談だって俺うなちゃんマンの雑談を追っかけて配信始めたんだもん。だから佐野の唯一弟子を名乗ってたんで勝手に。もうさすがにもうあれだけど、バツって切ったけど、もうダメだと思って3年間ずっとちゃんマンのトークを追っかけてきたんだよ。佐野になりたくて俺は配信やったんだもん。今はないよ。いいんだよ、金じゃ測れねえから。日本人に生まれただけで相当裕福だかんね。ふわっと楽しいよ。だから笑おうぜ。初見さんいらっしゃい、楽しんでて笑っていこう。いやもうなんかね、人と比べてもしょうがないかんね。俺だから佐野意識しなくなったよ。ちゃんまにパソコンぶっ壊されたよ。あれどこ行った？あ、そこにあるけど。佐野から学んだことはありますかって。ああいう大人にはなりたくないっていう。そんなんじゃ成功者になれない。ああ、もう金勘定で成功者かどうかって言ってる人生は俺は嫌だわ。つまらなそう。金がないと幸せにすらなれない人間はかわいそうだよ。俺とは価値観合わない。俺は笑っていきたいだけだから、結婚したくないけどしなくても強くなるため。いや、あの、結婚したら強い、結婚しなくても強いとかよくわかんない。筋トレでも始めたら、結婚しなきゃいいじゃん。結婚しない人間が強いとか弱いとか考えたことないから。強くなりたいなら筋トレすれば。ネットが出てきたから犯罪増えてないと思います。犯罪件数は。はい、いやだから収入でなんかね、そのじゃあ真面目な回答をすると、実は年収200万から600万円までの人、収入のグラフがあるでしょ。と収入のグラフと幸せ度グラフの幸福度調査やったんだけど、これって面白いんだけど、年収600万円までは、あの、年収が多くなると幸福度って上がっていくの。だからグラフが、その、帳尻が合うのよ。要は、年収の数と幸福度。要は、収入が低ければ低いほど不幸せだって感じて、年収600万円までは幸福だって感じるの。で、じゃあ年収1000万の人はもっと幸福になるって思うでしょ。実は600万円から平均化すんの。600万円でも、600万円の人と1000万円の人って年収がね、幸せが倍になってるはずなのに倍になってないの。1億円持ってる人も600万円から変わんないの。これね、マズローの5段階欲求説っていうのを調べてもらいたいんだけど、お金って実は生存の欲求って言われてるのね。だから600万円以下っていうのは食うか食わないかだから、生存の欲求が満たされてないから幸せ感を感じないんだけど、600万円以上は発した金だから幸福度に関係ないの。こういう勉強もしてんのよ。そう。で、俺は600万円超えてないけど、このデータを見た時にバカバカしいと思ったの。だから200万円とかでしょ？俺の年収って。だけど、こんな600、あ、3倍稼いだら幸せ振り切るんじゃん。バカくせえわって思ったの。マズローの5段階欲求説と、年収の幸福度調査っていうのやってごらん。出てくるから、ソースが。限界雇用、なんとかの法則っていうんだ。俺が言ってるの正しいよね。51号さん、俺嘘じゃないよね。多分用語を、俺は用語知らないんだけど、合ってる？
これ俺が言ってんの嘘じゃないよね。多分正しいんだよね。なんかの本で読んだもん。あ、だから年収400万で幸福感じてるのは勝ち組なんだよ。あなたが正しいの。こんなのお金で思い込まされてるだけなんだよ。うん、定言調査って言うんだ。うん、ねえ、これ有名な話だよね。じゃあ花火師いらないね。いる。いる。花火はいる。いります。花火をください。あー、お金を持ちすぎると花火を投げて減らしたくなる。ああ、なるほどなるほど。まあまあ、心が豊かだから余裕があるからでしょ。気に入った人間に小遣いやろうってことでしょ。いや、いるでしょ。死活問題でしょ。いるでしょ。花火はいるよ。いや、いるよ。じゃあ、いらないねって、それだけは言っちゃいけない。お金持ちに生まれたらここにいませんか。いや、リスナーさんでお金持ちいっぱいいるよ。リスナーさんでお金持ちいっぱいいるよ。だってね、有限定とかトラジとかなんかフグとか始めたもん、全部高級寿司とか全部ありがとう、花火ありがとう、ありがとうございます。俺は、だから、高級店は全部リスナーさんに連れてってもらったけどね。焼き鳥が数万円とかさ。数万円の焼き鳥とか食ったことないでしょ？ミシュランとかに載ってる焼き鳥屋だよ。意味わかんないよ。あと、天ぷらとかも。個人の天ぷら。カウンターの天ぷら屋さんとか行ったことある？大将が目の前で、カウンターしかなくて。カウンター。あと、フォアグラも初めて食べたの。俺、リスナーさんのゴチだよ。だから有限亭の焼肉、トラジの焼肉、高級寿司、フグを初めて食べたのも、フォアグラを初めて食べたのも、高級個室天ぷらを食べたのも、全部リスナーさんだよ。フカヒレも初め、フグか。フカヒレはまだないな。フグも全部リスナーさん。だから配信初めてさ、びっくり、うまいんだよな。こんなの食ってんの？みたいな。すごいよ。ほんと、世の中、だってさ、俺なんか生活保護で牛丼うめえっつってたんだよ。牛丼毎日食いてえっつってたんだよ。ほんとだぜ。牛丼毎日食べれたらなーって言ってたんだよ。ありがとうございます。花火ありがとう、99号さん。ほんとに、1日の食費700円とか500円だったの。いかに安くうまいもの食うか。いかに腹に溜まるものを食ってたのに、俺、ホームレスだったんだよ、しかも。本当にホームレスだったんだよ、みんな。俺、有限亭とかトラジとか、フグとか天ぷらとか食わせてもらってんだよ、お寿司とか。ねえ。本当に、俺、過去に戻って死のうとしてたんだよ、俺。おな、涙出てきた。あのね、俺、中野の漫画喫茶でさ、死のうとしてたんだよ。3ヶ月、もうこもってて。俺よかったよ、生きてて。生活保護の時は1日700円だったの、俺食費。いや、今は家あるよ。今はあるよ。そう、生活保護の前俺ホームレスだったのよ。ねえ。いや、違うのよ。俺からするとすごく4年間で人生変わったのよ。特にここ1年ぐらいで本当に変わったのよ。いや、俺もスーパーの半額食べてたんだよ、毎日4年間。3年間か。辛かったぜ、本当に。いや、生きてて幸せだよ。みんなに良くしてもらってんだよ。しかも中野の漫画喫茶3ヶ月間だからね。涙出てくるよ。こんなに良くしてもらって幸せになれると思ってなかったもん。よかったよ、配信やって。彼女もできたし。昼間はどうしてたのって、だから、ハローワーク行ったりなんか、ハローワーク行ったりとか、
何ジョブアイテムとか読んだりとかだよ。もう本当にバイト探しバイト探しだよ、うん、きつかったぜ。あ、俺ほらまあみんな知ってると思うけど詐欺事件を起こしちゃって逮捕されて牢屋の中に2ヶ月半いたので、いきなり東京に住んだから漫画喫茶にずっと住ませてもらってて、そう、たこ焼きみたいな顔とか言わないで。いやだからさ、配信やってよかったな、うん、いいじゃん家族と一緒に食べるんだから。家族と一緒に食べたら美味しいよ。一緒にご飯食べる人がいることは幸せなことなんだよ。それ大事にしないと。仲のいい家族、リアルネカフェ難民だよ、うん、牢屋ん中は俺刑務所行くって弁護士さんに聞いてたから、俺は留置所だったのね。ちょっと珍しかったんだけど、拘置所がいっぱいだったから、いやもう開き直ってたよ。なんかやややとか歌ってたよ、薬中の人と。薬中の人と牢屋の中でいやーいやーいやーとか毎日歌って、その人先に出ちゃって、あーっていやいやいや一緒に歌えないと思って、なんかすげえはっちゃけてたよ。もう開き直ってたよ、うん、俺は氷河期世代じゃない、俺の後氷河期は。拘置所はワンルームってわけじゃなくて、まあ牢屋がバーってあって、俺は2人1組ぐらいだったね。弁護士は国選だった、うん、配信やってなかったらっていうタラレバー意味ないかな。配信やったんだよね。やってなかったらっていう選択肢とか知らないよね。やったんだもん。考えてもしょうがないでしょ、やったんだから。テレビはなかったよ、うん、ラジオは昼の時間だけちょっと聞けるの、うほほっていうのはないね。まあ喋りで食えるなっていうのは自信あったかな、うん、まあ全然結果出せてないけどね、うん、もしよかったらフォローしてくれると嬉しいよ。もしよかったら力をちょうだい俺に。フォロワーの数は配信者の力になるから、もし俺のことを応援したいってこうもっとね有名になってほしいと思ったら力貸してくれると嬉しいよ。海外に行けるかどうかわかんない。もうでもだいぶ経ってるから行けんじゃないの、わかんないけど。金持ち時代なんかないよ俺に。ないないない、不労所得があったぐらいよ、金持ちではないよ。なんで配信しようと思ったの、暇だったんだよね。でやっぱそのサラリーマンとか性格的に難しいから、長く続かないから、じゃあまあなんか個人事業をやろうと思って、元手がかからないっていうのはネットしかないから、まあブログやろうかアフィリやろうか YouTuber やろうかで、まあ YouTuber やったことあったんだけど、あー何やろうかなーって、文字書くの下手だしなーとか思ってたら、なんかうなちゃんマンの動画見つけて、情熱大陸に出てる時の、あーこういう情熱大陸に出るすごい職業があるんだと思って、うん、そう、それで俺は配信選んだ。不労所得はネットワークビジネス、年収いくら200万ぐらいじゃないの、わかんないけど。子供の頃からまあ普段無口なんだけど、まあバンドマンになったりとか MC やったりとか、まあまあ目立つっていうか喋りも好きだったし、上手ではかどうかわかんないけど喋るのは好きだったね。アムウェイじゃないよ、うん、いやどうだろうね、お金持ちにならないと思うけど、うん、雑所得じゃないよふわっちは。ビットコインじゃないんだから、うん、代行は抱えないし、まあネットはいいなと思って、あと無形資産が自分に蓄えられるビジネスがいいと思ったの。あのちょっと真面目な話をすると、無形資産、信用とかさ、フォロワーの数がつくのっていうのは財産だから、今後はだからネットのフォロワーがステータスになってくるだろうなっていうふうに4年前に読んで、でどこで有名になるかってだけだから、だからそのバリューの考え方してたんだよ。あのフォロワーがその評価になる、社会的な評価になるっていう、お金を持ってることよりもフォロワーが多いことが優遇されて、やがてそれがお金に変わるっていうのを読んでて、まあ実際読みは当たったよね、うん、YouTuber の存在とか、あの配信者で稼げるようになったわけだから、その時山張ってよかったなと思ってる、うん、これバンドマンだったよ。
ふわっちのデメリット、デメリットは俺よく言うんだけど、何をやるのもデメリット、何もやらないことがデメリットだよ。146号さんごめんね、あのそれ NG ワードだから、あの俺は話すことないよ、ごめんね。フォロワーの数と閲覧の数、当たり前じゃん。だって全員が全員フォローしてる人が全員今見るわけないじゃん。働いてる人もいれば寝てる人もいるわけだから、どこでもそうだよ。話題が合わないなと思ったら他見るし、まあ在庫捨てく、まあまあ物販はしょうがないよね、ステッカーは。え、うなちゃんマンの情熱大陸知らない人手挙げて、うなちゃんマンの情熱大陸知らない人手挙げて、知らない人いる？あ、知らないんだ。じゃあ見ようか、久々に見ようぜ。ちょっとキャプチャーするね、ちょっと待って。あ、知らない人こんなにいるんだ、びっくりだわ。ちょっと待ってね、あ、懐かしいな、泣くかもしんねえわ。じゃあちょっと今動画見ようね、あれ？え、なくなってる？え、うなちゃんマンの情熱大陸がない。え、消えた？マジかよ。え、なくなってるんだけど。え、あの動画なくなったの？あの動画なくなっちゃったの？え、なくなったわ。見れないわ、ごめん。うわ、マジかよ。俺今後何を糧に生きていけばいいんだよ、じゃあ。何を信じたらいいのかわかんねえよ。マジかよ。何も考えらんねえわ。ごめん、なくなっちゃってるわ。うなの情熱大陸。残念だな。マジか。いやー悲しいな。いや、わかんない、いつ放送かどうかわかんない、 YouTube で見たから、ダウンロードしてなかったわ。ダウンロードしたけばよかったな。ニコ動にはあんの？ダウンロードしとけばよかったな。もったいねえことしたわ、あれはすごいいい番組だったのにな、感動するのに、なんか悔しい。タイトル分かんない、タイトルなんだか分かんない、うなちゃんマン情熱大陸で検索したら出てきたけど、情熱大陸しょうがないね。あーでも、あ、後頭部痛いの完全に目だな、これ。パソコンね、9時間も、それそうだよね、喋りっぱなしで9時間だもんな。そろそろドルさんの放送始まるから俺終わりにするよ。あと6分で終わりにする。もう多分ね、ドルさん始まるし、フットサルが始まるから多分見るもん増えるでしょ。ドルさん見るだろうしね、みんな。ドルさん2時からっていう、あ、始まってるじゃん。じゃあドルさんに引き継ぐわ。じゃあ皆さんお疲れ様、花火たくさんありがとう。今日はね、多分放送もうこれで終わりにします。また明日放送やるんで見に来てください。お疲れ様です、ありがとう。お疲れ様。 YouTube とふわっちの Twitter フォローお願いします。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとかカッ
くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。